にちは、マイニング進んでますか？はい、先日マイニングマシン電源2つ使って作ったっていう動画をアップしたんですけど、その時に困ったのが何かっていうと電源なんですよ。そう、電源。実はマイニングマシン作るにあたって一番問題になるのは、もう気づいてる方気づいてますよね。実は機材が手に入らない。当然これも問題なんですよ。で、それが問題だったから、わざわざ深圳まで行って、世界の状況っていうのを見てきたんですね。世界の GPU とか、あとはそういうマイニング事情がどうなってるのかっていうのを見てきたんですけど、そうするとね、いろいろとやっぱ気づいたことがあるんですよ。で、今回ですね、電源部分っていうのが結構大変だということに気づいたんで、こんなものを買ってみました。開いてない。じゃん。これわかります？こんなの。うん。これ何かっていうと、組み立てたことがある人だったら見たことはある、見覚えのある端子がついてるじゃないですか。当然ケーブルもいっぱいついてます。で、このケーブルね、どんなケーブル、何のケーブルかっていうと、こっちはほら6ピンでしょ？こっち6ピンの、もう反対側が8ピンになってるんですよ。うん、これ何か。うん。6ピンはこっち側ですよね。こっちにパチッと、うん、はまる。じゃあ8ピンはっていうと、そうです。ビデオカードに刺さるんですね。うん。これ、8ピンだけど、ちゃんと、こうやって2つ分かれるようになってるんで、6ピンにも対応。ただ6ピンのビデオカードってそんなにないと思うんで、今あんまり見かけないですよね。どっちかっていうと8ピンばっかり、で、我々が使うマイニングに使うやつも8ピンばっかりなので、おそらくこうやって8ピンのまま使うことが多いんじゃないかなと思います。で、そうするとこれね、よいしょ、うん、カード1枚でほら 1,2,3,4,5,6,7,8 って8つあるじゃないですか。8枚のビデオカードに電源が供給できる、そういうボードなんですよ。これスイッチなんですよ。スイッチで、これ何ボードっていうかっていうと、これブレイクアウトボードっていうんですけど、ここね、何が来るか、うん、これが来るんです。はい、これあんまりね、一般には見ないじゃないですか。けど、はい、これ何かっていうと、よいしょ、じゃん、こんなの。これ何かっていうと電源なんですよ。これね、これ750W って書いてあるでしょ。電源なんですけど、何の電源かっていうと、これサーバー用の電源なんですね。これ HP のロゴを潰してあるんですけど、これ完全にヒューレットパッカードのです。で、この電源、実はこんだけの大きさで、このコンパクトさでね、このコンパクトさで、なんと 750W を発生させてくれると、うん、なので、これをこうだね、よし、うん、こう基板ぶっ刺して、うん、で、ここから 750W 取れるってことなんですよ。ただね、これ 750W なんで、だいたいそうですね、1070の TI ぐらいだと 180W ぐらいなんですよね、1枚。ってことは、1、2、3枚、うん、4枚は多分厳しいと思う、うん、3枚ぐらい。で、もうちょっと低出力の1060ぐらいだったら、もっといけるかも。うん、ただ、これ注意して計算してやってくださいね。無理か深くかかると最悪火吹きますし、まあそうじゃなかったら落ちて止まるんですけどね、うん、落ちて止まるんで問題ないんですけど、でも、これ以上の、実はこれ750なんですけど、750以上もあるんですよ。 1000W とか 1200W とか、うん、で、どんどん高出力のものを使っていくと、まあ、この基板も活かせるようになるかなと、うん、まあそうじゃなくてもね、これほら結構コンパクトなんで、あるじゃないですか。ちょっとあれ、どこ行った？あったあったあった。はい、これが一般のパソコン用の電源ですよ。うん、これぐらいのサイズ。うん、で、こっちサーバー用ね、やっぱこんなサイズ。うん、サイズ感全然違うでしょう。何が違うかっていうと冷却ですよね。当然パソコンのファンっていうのは12センチ口径のでかいファン使って、で、ゆっくり回すんですよね。ゆっくり回して、で、まあ静かにきちんと冷却するんですけど、サーバーっていうのは大体がサーバールームとか、いわば閉ざされた空間にあるんで、まああんまり音っていうのに気を使ってないんですよ、設計上。なので、この小さいファンがガンガン回ります。だからこれ絶対うるさいと思うんですよね。うん、まあただね、マイニングマシンなんで、そんなもんですよ。うん、それよりもこっちのパソコン用の電源から、さっきの8ピンですよね、8ピン出力、こっち8ピン出力って分かりにくいな、うん、8ピン出力だけを取ろうとすると、ちょっとロスが発生するんですよね。
例えばメインの基板向けのこういう電源とか、あとはこういう CPU 向けの電源とか、こういうのってあの回路別になってるんで、全ての、電力を GPU 向けに振り分けられるわけじゃないわけですよ、うん、でもこっちだったらブレイクアウトボードを使って、もう遠慮なく 750W を注ぎ込めると。なのでおそらくね、これ2つ一緒に使うことになると思うんですね、うん、そうすると先日8台 1070Ti を乗っけようとしてできなかったことっていうのが、まあ、簡単に実現するかなと。でお値段でしょ、気になるお値段はだいたいこいつとこいつとこいつ、全部セットで1万円ぐらい、うん、ただ僕これあの7000円ぐらいで買ったんで、両方全部これ7000円ぐらいで買えたんですよ。今後ねどんどんリグを拡張していく、うん、GPU を増やしてリグを拡張していくことを思ったら、こいつ結構いいんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、ちょっとじゃあ電源入れてみようと思います。どんな音がするのか気になるじゃないですかね。で、はい、これね普通の電源、ちょっと汚いけど。で、はい、電源こっから挿すのね、こっから挿して、はい、で、あ、通電したね、これ通電、ほら、うん、で、これが電源スイッチ、はい、12.3、 今は負荷がかかってないから、つながってないからつかないんだ。はい、というわけで今回は 750W のサーバー電源っていうのを、こんなの見つけたんでいいなと思って、使ってみた動画になります。はい、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたらと思います、グッドボタン、あとはチャンネル登録ですね、していただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。